皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、うのたかしです。今日の雑貨はですね、1日1ページでも OK、はてな、っていう、ちょっとそんな、えー、お話をします。で、まあ、これはね、あのー、前回お話ししたベビーステップの、ま、えー、まあ、まああのー、事例というか、 の一つなんでしょうけど、まあ、あの、例によって、あの、SNS の書き込みから、まあ、まあ、見つけたというか、よく見る話なんですけども、あの、まあ、読書の習慣をつけたいんでしょうね。で、あの、まあ、できるかできないかわかりません <laughs> と、いうことだったりもするので、まあ、1日一ページでも、ま、OK としますみたいな、えー、そんな書き込みだったんですけども、 あのー、そのね、<laughs> やり始めるっていう意気込みみたいなところで、その1、一日一ページああ、そんなんじゃ少なすぎるだろう、けしからんっていう話をしたいわけじゃなくて、あのー、その、最初の、その、あのー、<laughs> どっかかりのとこはいい,いんですよ。ただ、えっと、その、先々のことって、果たしてちゃんとみ見てるのかなっていう、そこのとこになるんですね。 なんで、あの、今日、今日お話ししたいのは、その、とっかかりの時に、えー、まあ皆さんこう、お好きな、その逆算みたいなところができてるのかできてないのかっていう話になった時に、突如、その、ベイビーステップみたいな話をし始めちゃうと、その1日一ページでもいい、いいんだみたいな、そんな話を、うん、してくるんですけども、ただそれがね、 その、じゃあ、こう、ビジョンのところ、最終的な、その理想像的なところに目が向いてるのかどうかっていう、あの、果たしてこう、慣れてきたら、えー、その、どう、どういうところに向かうのかわからないんですけども。ただ、えっ、ー、と、1日1ページでもいいっていうことをこう、ずっと繰り返してて、果たしてその理想とされてるところがに、あの、行き着くのかどうなのか。 で、それがまあ、その、いつものことながら、それをいつまでにやりたいんだみたいな話をしたときに、果たしてその1日1ページをどれぐらい続けるつもりなのかみたいな、えー、そんなことになりはしませんかっていう話なんですね。なので、あのー、私がね、思うには、その1日1ページから始めようっていうところでいいんですけど、ただ、えっと、どこでそれをこう少しずつ、 あげていけます、あげてけますかみたいな。えー、そ,うそういう、こう、計画立てみたいのを果たしてしているのだろうかどうなのか、というところになると思うので、あの、そ、そこってね、結局、その今日明日とかっていう、その、近々の話しか、多分、あの、目に見えてないっていうか、あの、計、計画立てそのものもできてないのかもしれないですけど、 何かこう、志があって、一日一ページでもいいやって、多分最初に思,思ってたわけなんで、その、向かってく先が、こう、どこにあるのかっていうところも、最初に見ないと <laughs>、いつまで経っても、一日一ページでいいやとかっていうふうになっちゃいはしませんかという、そんな話ですね。なんで、あのー、まあ、今日、今日のね、お話の、 えー、ちょ、ポイントとなるのは、その、最初に、えー、この、ビジョン、どこに向かっていくのかっていうところを、えー、まず決めて、そこから、えー、1ページでもいいから、えー、だん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 伸ばしていこうっていう、そういうところに、最初に、えー、行き着かないとというか、考えつかないと、うん、これは <laughs>、あの、行けるところには行けませんっていう話に、 なってしまいますよという、そんなお話でした。ということで、えー、今日のお話は、まあ、1日1ページでも、まあ、最初は OK。でも、えー、それをいつ、えー、段階的に上げていきますかっていう、そこのところを考えていきましょうっていう、そんなお話でした。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。